ペットボトルでトルネード実験機の工作です。これ完成品なんですけど、2本のペットボトルが連結されていて、この間にですね、穴がキャップに穴開いてるんですけど、少しだけ洗剤を入れてこう泡立ちにしますね。でちょっと見えにくいんですけど、キラキラしたこうスパンコールみたいなのが入ってますね。泡の方にこう浮いてくるので、水のこう流れですか、それが分かりやすくなるというものですね。軽く振ってこれをただ逆さにしてぐるぐるっと回すと、ね、この渦巻きのようなものが、渦巻きがよく見えるんですけど、見てるんですね。こんな感じですかね。この渦のところにスパンコールとこう泡とスパンコールでこう動きが分かりやすくなってるって、そういうものです。では作り方なんですけど、最初はペットボトルのキャップに穴を開けます。千枚通しだと確実だと思うんですけど、千枚通しなければカッターでですね、こう傷をつけて、最終的にはハサミかなんかでね、まあ、手切らないように気をつけてほしいんですけどですね、ハサミで穴を広げると。大きさなんですけど、最低1センチ、まあ、できれば1センチから1.3センチ、4センチぐらい開けておくといいと思います。ですね、ちょっと真ん中からちょっと寄っちゃったんですけど、この段階で一旦その前にこの少しこう穴開けた時ちょっと飛び出ちゃう、こう盛り上がっちゃうってとこあるので、ここを削りまして、こんな幅でガムテープでこの間を2つのキャップを連結します。水が入ってきちゃうとどうしてもこうだんだん緩んできてしまうの ですね、まあ、こんな感じですね。そして1本のペットボトルですけど、こちらに泡立って白い泡が立って、流れが分かりやすくなるように洗剤をちょっとだけ入れておきます。ちょっとでいいと思います。またさらに流れが分かるようにですね、スパンコールですとか、こう何ですか、あの100均でやってるんですけどね、こうキラキラするラメですか、赤でも青でもこれ混ぜちゃうとあんまり綺麗じゃないかもしれないですけども、ちょっと手元にあるので一緒に混ぜちゃいます。これはなんか星形のちっちゃなキラキラするラメのやっぱりスパンコールなんですけども、ドドッと切って入れちゃいますね。あとはこれは連結するだけです。キャップを押してでギュッと締めます。もう一つを連結させます。これだとやってるうちにこう漏れてくる可能性があるので、ガムテープを再度ここで巻きつけて補強すると、漏れてきてもね、石鹸水なのでそんなに気にすることはないと思います。